買ってもらいます。何が1位ですか？ゴッドアミのチャンネル、チャンネル登録もよろしくね。皆さんこんにちは、ゴッドアミのチャンネルのいつもにかにかみのです。パパです。パパラお尻プリプリパパです。の一番喜ぶものを買ってもらいます。それを勝負してもらいます。はい、はい、コメが帰ってきた途中さ、鼻の輪っかをさ、入って踊ってすぐかぶせるのはどう？これはビヨーンって伸びるやつ。ちょっと小学校6年生だからそれは違うかなって思うんだけど、コタがさ、帰ってきたらさ、ヘビだーってなる予定で。金メダルは？金メダル喜ぶかな。喜ぶでしょ。いつも小学校頑張ってね、お土産よ、はいって。手品とか喜びそうじゃない？それやってもらおうよ。え、みんなも手品やってみたい。このネックレスがいいんじゃない？ひょこりはん、ひょこりはん、ひょこりはん、ひょこりはん。粘土？そう。ねえ、コタは粘土で遊んでるの見たことないよね。大丈夫だよ、これみんなも遊びたいからもう一個買ったから。これコタが欲しいよ、きっと。欲しくないと思うよ。真剣に選ばないとパパに負けちゃうよ。コタ、こういう面白い消しゴムとかどうかな。いいね。コタドラえもん好きだよね。ドラえもんノートどうかな。見せて。はいはい。これさ、かと思ったらノートでした。あ、ここすっごい綺麗。ダーツだって。ボールでさ、何点取れるかって勝負できるやつ。あ、そんなのミノ無理。ミノじゃなくて、だからコタのプレゼントだよ。白いパズル。白いパズル。うん。無理でしょ、それは。無理かな。それがいいと思うんだ。これ何？それにボタンを押すと袋が笑うんだって。で、多分面白いからそれにしてみない？いいよ。これはコタのおもちゃです。コタのプレゼントは決定。この辺マジックのコーナー。トランプの表と裏が入れ替わる。フォークの先端がねじれる。決まった？決まった？決まりましたよ。どれ？床に投げてストレス解消。面白い。こんなの気づかなかったね、みんな。スライムボール。ヒカキンやってたやつ。これ。誰かに押されて全部潰れてますけど、これ最後の1個だから。では笑い袋に。決定じゃない、決定じゃない。コタのプレゼントは決定です。みんなはこれに決定じゃない。じゃあママはそれにする。さあみんなで呼びしようよ。ママはこれにします。多分これで大爆笑。ミニチュアの板です。あのさ、これさ、板ないじゃん、うん、だからこれで、ね、決定。ミニはみんなに買ってもらいます。お家に帰ってきたよ。ただいま。おかえり。ただいま。さあみんなでコタの喜びそうなものを買ってきました。小6男子が今一番喜ぶプレゼントはどれか。第1弾、じゃじゃん、これはスライムボールです。あ、すごい、めっちゃつぶれるんだ。面白い面白い。コタママと喧嘩した時にスースがよく止まってるから使えるじゃん。めっちゃ笑ってる。誰が一番上手に笑える？あー、面白い。あー。最後の1個お願いします。うわ
お、ウクレレ。じゃじゃん。お、まさかの音が出ない。ポポン。あ、それじゃいっか。それは、お、ポタも詳しい。お、出た出た。出た出た。どれだよ。笑い飯でございます。で3位は？俺だ。卵のこれでございます。イエーイ。あ、言っちゃった。全部予想してた。あ、誰がどれだと思った？まずこれママ。でこれミニ。ボールがパパ。ギターがミノ。そして笑い袋がママでした。予想はみんな小6男子の気持ちが一番分かってるのはミノでした。イエーイ。はい、じゃあそんなわけでパパは罰ゲームです。これでお尻が立てて、男は黙って発砲し。なーに？男は黙って発